どうもとピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバー恩師、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。はい、というわけで始まりました。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエトスパトスロゴス。はい、はい、この番組はですね、我々ピスタチオがキコーナさん2店舗に行き、はい、ジャグラーを打ち、はい、ビッグだったら1ポイント、はい、バケだったら2ポイント、はい、2人で2店舗で通算39ポイント獲得できるかという番組になっております。はいはいはい、ありがとうございます。ちなみにですけども、はい、先ほど我々はあの紀行の平井店さんの方に行きまして、はい、ね、はい、合計のポイント数が25ポイントでございますね。はい、はい、もうだからポイントはね、あと14ポイントなんで、うん、ほぼ行くんじゃないかなということで。そうね、我々大事なのがやっぱね、うん、ここからも終始ではないんです。今日はおこの番組が存続するかどうかということ。そういうこと。実はだからもう最終回ですよね。正直実は上層部からは終わりだということ言われてます。そうで、終わりにもかかわらずこの二人の間にこの旗があって、もう伊地知さんの顔すらもあまり見えてないという、はい、もう噛み合いもうまいことはできてないですけども、はい、もう終わりと言われたんで、はい、僕は正直に言いました。何でしょう。うるせえとはっきりと。どういうこと。うるせえと言ってきました、うん、反発してますんでただあの言い方を考えてください。はい、うるせえって言っちゃったらあいつ態度悪いからダメだってなっちゃうから。あ、すいません、うるせえと嘘つきました。すいません、言ってないですか。てめえうるせえと。ダメです、ダメです、絶対ダメですということでですね、はい、まあ、動画をたくさん見てもらって、そうですね、はい、コメントをくださればですね、そうです、存続もあるかもしれないということで。そうです、はい、頑張っていきましょう。あるかもしれないっていうのは勝手に僕らが言ってるだけなんですけどでも本当になんか、うん、本当に、うん、ものすごい反響があればもしかしたらみたいなことはあったんで。そうだよね、はい、うん、言ってましたし、お願いいたします。はい、なんとしても、ね、今日もね、頑張っていきましょうよ。もしかしたら最終回になるかもしれませんので、うん、ぜひとも最後まで緊張感持っていきたいなと思います。思います。はい、それでは頑張るぞ、ファイト。店内入ってきてね、うん、ぐるっと回ったんだけど、うん、ちょっと結構埋まってて、今日はすごいですよ。なかなかこれという台が決まらないんで、はいはい、もう僕は勝手に、うん、久しぶりにミラクルを打ちたいというだけで、うん、データとか関係なしにこれを。なるほど、じゃあ僕も隣で行きますよ。行きます。はい、やっぱお付き合いしよう。なんでミラクル打ったか分かります。僕分かんないです。この番組継続のミラクルを起こすという意味でミラクルジャグラーを私は打ちたいなと。付き合いますよ、もうそれに。行きましょう、全ベッド行きましょう。よし、やりましょうか。行きましょう。はい、もうだからここのせーので一緒に、はい、行きましょう。ペカっていう奇跡。よし、せーのペカ。うん、ちょっと今ここが光ったのでドキッとしました逆サイドですから行きましょう。おお、なんちゃって、なんちゃって、すみません。あれですね、前回からそれ始まりましたけど、すいません、見事に毎回騙されるね。すいません。結構伊地知さんが直感で台選ぶってなかなか珍しくないですか。なかなか珍しい、本当にただの直感。直感だね、もう最後だもん。なるほどね、僕はね、たまたまね、伊地知さんがそこ選んでくれてよかったのがね、僕の台はもうまだ当たってないんですよ。当たってないね。逆に何のデータもない。わかんない、ここから。わかんない。ほら、おお、今押し間違えて変な押し方しちゃったら来たよ。来た、おれ直感いじち来たよ。ほらほら来た、ほらお、お、出た、来たたの、ほらほら来たたの、ほいほいほい。ありがとうございます。いや、終わった。短かった今回。いや、幸先いいね。こっちだ。これで流れが分かる。これ怖い、真ん中怖いから真ん中押すわ、うん、真ん中ずれたらもうとりあえず終わりだから。うわ、まあまあまあ、マジでじゃん、マジでヤバくない、まあまあ、ねえ、ちょっと実はこれ
新年一発目じゃないですか、収録してるのは。うん、多分オンエア上では2月ですけども、はい、まあ、新年一発目ということで、まあ、今年の抱負とか何かあります？ちょっと待ってください、小沢さん。何？あの、うん、前回全く同じ質問されてるんですけど、僕ね。え、そうだっけ？前回、あれ？府中店のあそこに座った時に、うん、あの、ちょっともう、ね、年末最後の収録ということで、そうだ、あの、オンエア上は一発目だと思うんで、新年の抱負ということで、小沢さん。使われて、ごめんなさい、オンエア上まだ、ごめんごめん、まだ僕が収録の時はまだ流れてないんで、はいはいはい、使われてるかどうかちょっとわかんないですけど、うん、全く同じ質問するよな、小沢さん。ごめんなさい、覚えておいてもらっていいですか？確かに、いや、あの、だからおいおい、ほら、今のミスこれでなくなりましたよ。いや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 、ほら、おやっぱ小沢やっぱ違うんだよな。違うんだよ、いつものパターン。いつもそうなんだよ、うん、俺がバケで小沢ビッグ。そう、これからもよろしく。ありがとうございます。100いったね、イジスさん。行っちゃったよ、もう怖いな、どうしようかな。あれ早いね。怖いよ、非常にめちゃくちゃ負のオーラ出てるんだけど。やめろ、ちょっと出てるけど、自分の中でもう負けのオーラ出てるけど。やめてやめて、元気よく。隣が空いたの気になります ね。こっちも空きましたね。どんな感じだあれ。あー、なるほどね。平均なんだ、平均どのくらいだろう。平均どのくらい、何回転やってる。おお、びっくりした。ういまた、こっちから頼む。うーわ、最悪最悪だわ、最悪。イジスさん、やっときます。やんない。いや、もうルール無視になっちゃった。悔しかった。ルールだと俺が決めてんだよ。俺が自分で決めたバケクイズをいつやろうと人の勝つだろ。いや、いいよ、もう悔しいを通り越して怒りになってるじゃん。これ書かれるよ。何が。情緒不安定だろ。いや、ほんとそうだよ。小沢さん、でも最近さ、はい、あの、やっぱコメントとこれ見てるじゃん、うん、この動画のさ、うん、なんか最近ちょっと結構応援してくれる声が増えてきてさ。そうだね。おいおい、ありがとう。よし、マジで俺性格悪いよ。何、小沢が光るためにずーっとバケで、バケ声してる。いやいやいや、ずっとそんなこと祈っちゃダメなの。いや、でもポイント2ポイントだから。まあまあ確かにね、バケの方がポイントは稼げますけど。ずっと俺バケ出る、バケ出ると思ってるから、ね、ずっと。毎度あり、ありがとうございます。毎度ありでございます。腹立たしいな。また追加か、やだな。あららら、もう、あらららららら。これでね、もう早い、最後。いやば、めちゃくちゃいいやん。ほい、ビッグ来そう。ほいはい、やば、これはやばい、これはやばい、これはやばい、来た。腹立つ、マジで。エトスパトスロゴスの思い出とかあります、なんか。いや、だからもうお化けっていう思い出しかないよ、俺は。もうそれしかないでしょ、それしか。エトスパトスロゴスは化けの記録でした。いや、本当に。あと、うん、このエトツバトツロゴスを始めたおかげで、はいはい、スロットずっとやめてたのに、はいはいはい、僕のスロット熱が再熱しちゃって、うん、2ヶ月でマイナ35、うん、プライベートで。あの、よ、こんなこと言ったらあれだけど、よく続けたいって言ったの。いや、だから、うん、なんか俺のことでテンション低いだとか、はいはい、暴言吐いてるとか、うん、この視聴者も言ってますけど、うん、じゃああなた変わってみてくださいって逆に言いたい俺。いや、メンタル強いよ、やっぱ強いよ、すごい。
やっぱどんだけこのエトスパトスのことを俺が愛してたか、はい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 、捧げてきたか、うん、それなおおきた、なんでお前なんだよ今の、俺だろどう考えても今の話のタイミングで、どう考えても今の話のタイミング俺がチャキチャキ来たと来るとこだろうね、小沢かいどう見ても俺でしょ今の、しかもビッグだしな、すごいマジで、ヘイヘイヘイ、でもよかった俺、何言ってもさ、さっきさ、うん、こんなことね、うん、カメラの前で言うのあれだけど、うん、恥ずかしいけど、うん、楽屋でさ、うん、あのご飯食べながら小沢さんがさ、うん、でもイリちゃんとこの半年間さ、うん、ヘトツパタツのことやってきて、うん、2人でやってきたんだから、うん、仲良く終わりたいから、うん、勝ちも負けも、うん、2人で、うん、全部あの合算して半々にしようって言ってくれたからよかったよ、うん、本当に言ってないです、1個も、え1個も言ってないです、いや伊地さんが半々にしようっていう相方じゃんっていう打診に、はい、嫌だもう3文字で、でなるほど、うん、すいません解散します、いやちょっと待っていいの逆に、すいません解散します、ピスタチオエトスパトスロコスで解散することになっちゃいました、すいません番組終わるとかじゃないです、うん、解散します、解散しますか、終わりですか、もう終わりです、あらおお、てるてん、なんでてるてん、これだやばいです、来ちゃいました、ありがとうございます。来ちゃいました。でで断念断念です。バンデン。ありがとうございます。もう僕見ないで、一旦。カメラから。残念。ちょっとびっくりした。ちょっとびっくりした。ねえ。うん、違う。伊地さんがいたずらで、おって言ったのはありなんだけど、スタッフともってなったから。ちょっとびっくりしたよ。なぜそんなことするかな、ありがとうございます、あティッシュかヤクルト選べます、はいティッシュかヤクルトどっちか選べます、あティッシュいただきます、ちょっとね結婚したてでねやっぱこういうのありがたいのそうなんです、やっぱこういうね日用品がすごくありがたいんです、ありがとうって奥様にありがとう、あ、ね、奥様にありがとうってありがとうちゃんと書いてありますから、素晴らしいです、ありがとうございます、奥さん、小沢さん、はい、実用的になりましたね、僕がさばるからってこれで言っちゃいましたよ、うん、もうティッシュです100% マジでいい台が開いたぞ、あら良さげな台が開いてるな、マジで、ちょっと見に行っちゃう、見に行っちゃう、ちょっと見に行っちゃうわ、いいんじゃないですか、ちょっと見に行っちゃうわうん、これにしよう、決まった、移動します、おなんちゃって、はい、毎回引っかかるんだよな、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、いいね、台変わってテンション上がってるよ、あ、マジでうぜえやつが横にいなかったら楽だわ、全部聞こえてんだよ、マイクで全部聞こえてんだよ、毎回引っかかるために腹立たしかったからなあなたのテンション次第だからなそれはで毎回うざいやつが隣にいてっていうのはこっちのセリフですよ、正直、小沢さん、はい、エトスパトスロゴスのさ、うん、視聴者がさ、うん、最近さ、うん、最初はなんかね、うん、なんだこいつらみたいな感じのね、うん、結構冷たいねお言葉がねコメントが多かったけどさ、うん、最近なんかその頑張ってるとか楽しいとかさ、あ、結構増えてきましたね、結構応援してくれてる感じのが増えてきたじゃん、はいはい、で嬉しくてさ、うん、俺もコメントめちゃくちゃ見るのよ今、うん、でこれでアップされたばっかのやつね、うん、動画をコメント見たのよ、はいはい、そしたらピスタチオ楽しいとか、うん、ピスタチオ面白いとか嬉しいね、書かれて嬉しかったのよ、ありがたいね、一緒にこうスクロールしてたの、うん、そしたら一つ、うん、コメントがあったんだけど、うん、小沢さん、うん、声と顔キモいっていうのなんでシンプルシンプル悪口ありました、小沢さん前打ち方キモいとかあったじゃないですか、うんうん、
なんかシンプルな声と顔キモいってなりました、うん、なんで、あのこれのこと言ったらあれだけど、はい、なんでこの番組見てんの。あともう一個ね、はい、これあの僕からしたら、うん、一見普通の人だったら、うん、なんかディスられてる、批判されてる言葉かもしれないですけど、うん、僕にとったら褒め言葉だったのが一個あったんですよ。お、もういじちの打ち方は、うん、スロッターのそれだっていうのあったんですよ。いいね、これはこれは誰が聞いてもこれはだからもうこれはもう僕からしたら褒め言葉ですから。いや全然褒め言葉ですよ、はい、あいつは本当にやってるって、うん、素晴らしいですよ。打ち方見たら分かるって言われてましたから、うん、素晴らしい素晴らしい、いいことよ。ほら、え、ほら、おお、おめでとう。ほら、来ました、来ました。あ、しかもあれだ、お、またしてもビッグって書いてあります。え、来ましたか、ついにビッグって書いてましたね、ついに。また右から打っちゃおう。あれ、お、切った、お、切った。待ち受けにしようかな、これ。いいんじゃない、これいいんじゃない、もうずっとこれで見てようかな。永遠見てないもん。伊地さん、ん、あのちなみにですけどコメントに、はい、伊地さっさと打てよっていうのはありました。ありましたね、はい、いやもうだから今年多分この時期じゃないですか、うん、多分花見も行けないじゃないですか、うん、これ見ながら酒飲もうかな。いや、そういうの言うからさっさと打てよって言われちゃう。だってこれ、ああ止まっちゃった。いやいや、バカ野郎、一枚損した。でもね、スロット打つ人なら、あ、2枚入れちゃった、うん、スロット打つ人は分かると思うよ、これが見てられるっていうね。まあ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 、おめでとうございます。よかった。正直、正直言っていいですか、うん、所持金残り1000円でした。あら、危ないね。え、危なかった。最終、うん、残り3000円しかないから、うん、必死で台探したんだから俺。あ、それであんな必死だったの。そうですよ。あ、これ多分編集で、うん、多分短くされてると思いますけど、うん、かれこれ10分15分台探してますから。いや、探してたよ。さあ、そんなこと言ってる間に僕のちょっと勢いがね落ちてきましてね、270。ちょっと正直ポイント的にもまずいんじゃないですか。ちょっとで、まだ時間あるでしょ。まだ時間はあると思うんだけど、やばい、どうしよう。まだでもあるでしょ、メダルいっぱい。まだあるよ、あるはあるけど、ちょっと僕も見ます。ドスン、移動します。おっしゃ、いい音。ほら、やっぱ来たんだもん。やっぱりその残りのちょっとで来たもん。やっぱり素晴らしいね。確かに残り19枚でも来るしかしなかったもん。言ってたよ、ずっと。しかもビッグビッグしか来る気しないもん、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。お、彼お笑い分かってます。さすがです。いいよ、楽しそう。ここでビッグを弾けない男、それがマスターイジチ。ミスマスターイジチって言った。小田さん、はい、下皿がまた終了を迎えてます。え、あと残り1000円しかないんで僕、はい、え、でもその1000円投資まで行けば光る気がします。なるほど、1000円しかないってあれですよね、1000円使っちゃったら下ろしに行くってことですよね。いや、もう全財産が1000円なんで、はい、え、全財産が1000円なんで。全財産、はい、伊地さん1000円が全財産。全財産が僕の1000円なんで、はい、今ようやってたね、はい、人生かけてやってるんで、はい、なるほどね。もう出てない。うわ、角は出てますね。お、
ほら、小沢さん、おほら、こういうことですよ、小沢さん。すごいね、宣言通りじゃない。ここはビッグ来てよ。はい、はい、ありがとうございます。やっと来た。これがわしの生き様や。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱこの府中店のね、はい、思い出はさ、やっぱ、おい、お、コット光りました。た、あれ、あーあれー、小沢さん、はい、あれですけど、うん、ここで報告があります。何でしょう。39ポイント達成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。でも多分あれでしょうね、はい、僕ら悲しいとか、うん、まだ続けたいって言ってますけど、うん、多分小沢さんの奥さんは喜ぶでしょうね。終わることに喜ぶかもね、もしかしたらね。多分小沢さんの奥さんはそうかもね、内心そうかもね。でもこの番組のおかげでちょっと奥さんもジャグラーに興味持ち出したりもしたんで。なるほど、はいはい。でそういった意味ではちょっと彼女も趣味が増えたという点ではね、はい、はい、奥さん見てますから。おいし、おい、いいね。おっす、おっす、もうビッグで。シンプル押し間違いしましたね、今ね。シンプル目押しミス。なんで、なんでですかね。満金のなんで出た。なんでですか。伊地知さん。はい。2月じゃないですか。はい。2月といえば伊地知さんの誕生日じゃないですか。はい。今年の誕生日はどう過ごしたんですか。あ、光りました、はい。光りましたし、うん、まだ誕生日迎えてないんで。そう、だ収録日がそれは分からないと思います、まだ1月だから、はい、妄想で。おし、これが誕生日プレゼント。これが誕生日プレゼント。いやでもマジでそうかもしれない。伊地さん、ここでの投資はいくらですか。この店、うん、9000円です。なるほど。もしかしたらプラスになってる。いや、あ、光った。プラスではない、トントンぐらい。プラスではない。ビッグ、よし、おお、セーフ。ここから、ここから、ありがとうございます。ここから、ここからでございます。いい加減してください、小沢さん。何がよ、いいでしょうよ。ビッグの後の一言シリーズ、いいでしょうよ。ここから本当に短いスパンでパンパンと当たってくれたらね。ビッグ3連嬉しいよ、それは。ビッグ3連、ビッグ8兆連。お、ちょっとビッグ8兆連来い。それはバカが出す数字を。 90K です。90K 連。ちょっと本当にコメントに困ります。小沢さんも残りまだまだ全然ある。いやでも少なくはなってきてるよ。私も200超えました。ここは正念場です。あら、最後やっぱ2人でペカって終わりたいね。いやもう俺だけでいいわ。なんでそういうこと言うの。え最後の最後までなんでそういうこと言っちゃうの。いやもうもう、でももうどっちかしか生き残れないって考えたらやっぱ自分を守りたいから。俺は。なるほどね。小沢さんを突き落としてでも。いや突き落とす必要はないのよ、はい、別に。あなた全財産1000円で、はい、ようそんなん言いますね。そんなやつやっぱ一番おもろいでしょ、って見てる人は。で僕もいないんでしょ。いや見てる人からしたらそんなん一番おもろいでしょ。で、あなた、あの、亡くなったら亡くなったで僕にお金借りに来てさ。いや、だから次からは、うん、イジチがウーバーイーツ始めるところは始めるから。イジチがウーバーイーツをやって、うん、バイトして、うん、
軍資金稼いで、うん、そっからスタートだから。それを追いかけんの？みんな見たいよそんなの。いやもうエトスパトスロゴス関係ないじゃん。それかもしかしたら、うん、キコーナで、うん、働くとこから始まるかもしれない。キコーナのバイト募集に電話かけるところから見てください。いやいやいや見てください小田さん。はい。来た。もうビッグでいいビッグでいいよビッグでほらほらビッグ。うわ。はいはいはい、あー伊豆さん出たな。それかでもあれかなやっぱ。うん府中店の店長をイトピーの人で働こうかな、イトピーの人で。だもう、キコーナさんに就職することは決まりましたか、うん、だから、うん、キコーナ店長イトピーのツイッターに、うん、僕が従業員として乗るかもしれない。よし。ビッグ、頼む。頼む。お願い、よし。マジか、バケ来いバケ来いって思ったんだけどな。よし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 、バケ来いって思ってたんだけどな。そんなこと言うな。最後の最後まで。はい。え、はい。わお。いいね。はい、来ました。いいね。はい、来ました。よし。あら最後の最後に嬉しい楽しい大豆好き、え大好きじゃなくて大豆てか我々ピスタチオです。はい、いいねありがとうございます。やっぱラスト30秒はドラマが起きますよ。あと10分ですから。あらまだありますよ。あと10分まだいけますよ。まだあります。まだいける。10分あれば、うん、ビッグが、うん八丁回出せます。出せるか。俺も続きたいな。よし。おお。続いた。すごいね。ああ、なんかそんな気がした。小沢も最後に聞くことじゃないかもしれないけどさ。うん。小沢がさ。昔さ、うん、最近の台じゃなくて昔の台でさ、うん、打ってた台とかってないの？スロットでですか？パチンコでもいい？スロットで。スロットはあんま打たないの？スロット僕でもそのパチンコ屋さんデビューがパチンコなのよまず。うんうんうん。でも俺もそうだよそれは。そうエヴァンゲリオンで入って、うん、スロットはねゲームセンターの獣王とかを打ったことある。あーゲームセンターね。うん俺地味に好きだった台っていい？いいよ。の森の石松。森の石松これ知ってるよね小沢さん名機。知らない？本当に知らない。俺石松って言ったらもうガッツしか知らない。でガッツ石松なんですよ。え、そうなの？ガッツ石松さんが出てるんですから森の石松になって。へえ。あれ面白いんだよ。 あとあの猪木さん、はい、アントニオ猪木さんの台は、ね、あのやりました。それこそ10年ぐらい前。猪木もいっぱい種類あるからね、いろいろ。そうだね、猪木はめちゃくちゃ打ったからな。おいいですね。うわあ。まあ。やだよ、バケで終わんの。確かに。もう一回引き戻してほしいな。ピックで、あと1回でいい。おい。おと化けっぽいな。伊地知さんがほらな化け泣きしたもん。めっちゃ化け泣きしたもん。あーもう小沢さんにん何ですか今もう終わるのに言うことじゃないけど、はい、これがもし続くんだったらね、うん、やりたいコーナー思いついちゃったよ。えどんなの？ピスタチオ伊地知の懐かしの名機っていう、うんコーナー。僕が、うん、ボーナス確定音とか、うん、演出の音を、うん、言って、うん、何の機種か当てるっていうのやりたかったわ。一問だけやるか。一問だけやりますか。一問だけやろうか。第一問第一問。はい。一問だけなのに第一問って言ってくれるのね。やりおった。こちら何でしょう。やりおった。
はい、マジでわからん。超ヒント、はい、ストライク、お、やりよった、これです。あ、わかった、はい、巨人の星、正解。お、正解です、小沢さん。ただ本当やりよっただけで分かるわけがない。いや、これね、やってる人は絶対分かると思います。だから本当に答え僕を言う前に巨人の星分かった人はコメント書いてください。なるほど、出ました。おっ、来た、え、すごい光った。しかもこれでビッグだったら出るよ、名台詞、やりよった。出ました、出ました、綺麗に、いや、綺麗に、綺麗に出ました、出たんじゃないですか。はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。キコーナン府中店さんでの実践が終了いたしまし た, いたしました。お疲れ様でございました、はい、いかがでしたか、結果の方は。はい、まあ、ポイントはね、うん、2人で軽々と、はい、39ポイント超えさせていただきました。ありがとうございました。ということでありがとうございます。はい、はい、そして私はですね、うん、まだもしかしたら、うん、高設定の可能性が残っているというね、はい、データを見て、うん、そんな感じがしますので、うん、これからまだ時間ありますので、閉店まで、うん、頑張りたいなと。閉店まで、はい、あら、まあ、もしかしたらもうちょっと前に切り上げるかもしれませんが、まあまあまあ、まあ、閉店までは時間はあると、はい、良ければ閉店までということで。なるほど、頑張ってこれからまだ、かしこまりました、ありがとうございます。ちなみに投資はおいくらなんですか。私はこちらの、こちらでは9000、こちら9000、はい、ああ、で前の店舗で、ま、うん、1万1000円だったので、まあ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 、はい、この店舗で言うと下皿多分いっぱいぐらいになってたもんね。そうです、プラスだよね、ちょいプラぐらい。ありがとうございます。はい、やっぱ最後でも残るという選択はあるんですね。ちょっと待ってください、何て言いました今。いやいや、一応なんか最終回だって言われてたから、今日で終わるっていう、あ、ね、そう、コメントスパッとするんですかね。じゃあもうあれしましょう、うん、まあ終わるんであれば、うん、これなんかあれですよね、生放送もやってますよね、深夜に。なんかやってるよね、うん、確かにね。もうだから行っちゃおう、行く、行きます、行っちゃおう、もう行きます。あ、なるほどね、はい、あ、だから生放送は別だという体で、うん、一回行って、うん、そしてなんとかレギュラー戻すということ、そういうことだね、地下談判しに行きましょう。だからその行っちゃおうっていう、だから もう行っちゃおうよって乗り込む感じで言ってるけど、違うよ、頭下げに行くってことだもんね。いやいやいや、頭は下げないですもん、地下談判だから、もう、もうだから僕は結局お客様のすべてなんですよ、はい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 、この業界ってやっぱ、うん、お客様すべてなんで、うんうん、ね、お客様が、うん、ピスタチオピスタチオという声援があれば、はいはいはい、私はもうしっかりそれを背負いましょう。向かいます。あらあらあら、こう、もう遠足スタイル。それがなかったら本当に、いい、ね、本当に向かいません。はいはいはい、皆さんの声があればしっかりと担いで、うん、担いで、あ、いいですよ、遠足スタイルで行きます。なので皆さん、いい、ね、おやつ持って、本当に私終わったと思ってますので、はいはい、声援の方まだ続けてくれという、うん、あ、そうですよ、コメントお願いいたします、お願いいたしますっていうのとですね、伊地さん、はい、続けたい気持ちが先走って、はい、僕の結果は聞いてくれないんですね。あ、小沢さん結果はもうどうでもいいんだけど、ごめんなさい、3000投資の、はい、460枚ぐらいのプラスなんで、はい、だから最後の最後で2人でプラスでよかったねっていうことも言いたかったんですけども、そうなんですか、もう乗り込む気満々だから、乗り込む気がもうその僕のあとの戦利品で、この先ほどもらったティッシュ、あ、はい、ありがとうということで、これしっかり持ってましたけど、はい、ありがとうとかで皆さんの気持ちをありがとうってそうそうそう、だからこれでこれで2人で乗り込んでいきたいと。なるほど、なるほど、行きましょう。小沢さんなかなか乗り込むタイプではないですけど、しっかりついてきてください。いや、ついてきます、そっちがその気だったらもう私もついてきます、それは。はい、というわけで本来はですね、はい、ここでまた会う日までとか、そうですよ、今までありがとうございましたという終わり方になるんですけど、はい、うん、まだ続くという続く意思をしっかり持ってるんですね、はいはい、だから皆さんもぜひぜひコメント、はい、高評価、チャンネル登録ですよ。ちょっと思ったんですけど、うん、こんな往生際悪いているかな。いや、いいな、自分で今言ってて、そんな往生際悪すぎる、ちょっと本当いいですよね、いいですよね、いいんだ、いいんだ、さっきまでこうやってノリノリで言ってたやつが、ね、大丈夫ですよね、締めにかかったらこんな往生際悪いことっていう言うなよ、大丈夫ですよね、乗り込むんだから、行きましょう、言ったんだから、というわけで、はい、皆さんまたお会いしましょう、ぜひ見てね、行きましょう、小沢さん行った行った、乗り込みに行ってみます。